私の番ですね。覚悟してください。いいよ、行きます。キラ、はい。撃破完了、探索を続行します。へえ、思っていた以上にすごい戦闘力。敵発見、制圧します。お宝じゃねえか。行きますね。やっ。
します。私たち、やあ、それ、えい、充填完了です。いっけー、ここで決める。覚悟してください。いや、行くわよ。私の場そこです。紅茶でもお入れしますか。砂糖は多めでお願いします。やあ、えい、呪術展完了。えい、強敵です。注意してください。行きます。とりあえず、よーし、はい、青、行きます。無流、今です。皆さん、よし、崩れた。私の番です。チャンスです。はい、チャンスです。とどめです。いろいろあるんですけど、一つには技術者として成長したかったからですね。もう一つは、大切な人たちの代わりに帝国っていう国を見てみたかったから。そしてもう一つ、ある友達との約束があるんです。その子はすごくて、何でもできて、大切な家族を亡くしちゃったけど、新しい家族と前を向いて歩いてるんです。実はその子も帝国に、特にクロスベルに行きたかったんですけど、事情があって無理で、それでもめげずにリベールの学園に通ったり、
ギルドを手伝ったり、王国での動力ネットの導入試験なんかにも積極的に協力して、私すごいなって思うだけで全然ついていけてませんでした。でもある時気づいたんです。その子はその子らしく自分ができることを精一杯やっているだけなんだって。亡くした家族、新しい家族にふさわしいようまっすぐ頑張り続けているだけなんだって。ちょうどその時ジョルジュさんやオリビエさんからの連絡で知ったんです。帝国であのシュミット博士が顧問を務めるいろんな技術に触れられる学校ができるって。そして帝国のギルドが大変なので、アガットさんともう一人の遊撃士の人が出張することが決まった時、私も大切な人たちに相談したんです。自分の可能性を広げるため、帝国の学院トールズ士官学院第二分校に行きたいって。いきなりの話で家族を含めたほとんどの人に反対されたんですけど、その子だけが賛成してくれて、他の人たちの説得に回ってくれて、でも代わりに言われたんです。ティータ、一つ約束をしましょうって。無事でいること、無理をしないこととかはみんなが言うだろうから言わないわ。今度再会した時はお互い一つだけ頑張った成果を見せ合いましょう。私の一番の親友です。飛び降りてもいいが、受け身は取れよ。もう、分かってますって。強敵、強敵です。注意してください。崩れました。ここで私の番。そこで
です。行くわよ。崩れた。私の番ですね。やったします。はい。あまり。よーし。私の番で。崩れました。ここです。私の番です。行きます。戦闘終了。やあ！それ！充填完了です。
きます。今です。はい、アナリン、今です。お願い。あ、崩れました。私の場そこです。対腐食装甲問題なし。いいデータが取れました。ディータさん、生き生きしてますね。修羅場をくぐっているとは聞いていたが、納得だな。宝箱か。私の番です。今です。私の番ですね。チャンスです。あ、はい。チャンスです。よーし。チャンス。と。よかったです。それ、えい、充填完了です。いっけー、充填完了です。やっ、行くわよ。はい、終わった。
ご容赦を。ファイヤー、行きます。行くわよ。やあ、チャージします。ふふん、まだまだこれから。これが最後の仕掛けだ。みんな終点へ向かってくれ。お宝発見です。どうやら一区切りですね。強敵です。注意してください。滝の結界よ、砕けて。行きます。ごめんなさい。行きますね。終わり。
です。一気に攻めましょう。はい、オッケー。エラー、それ。さてと、サーチモード起動、解析完了です。さてと、起動、今です。行きます。崩れました。はい、チャンスです。私の番ね。はっ、チャンス。行きます。崩れました。行きます。行きますね。今です。一気に攻めましょう。私の番ですね。崩れました。私の番です。起動、今です。敵集団を撃破、先に進みましょう。でもいずれ皆さんにもテストしてほしいですね。七組の皆さん、本当にありがとうございました。おかげでいいデータがたくさん取れました。いや、僕たちの方こそ得難い経験になったよ。改良が済んだらいずれちょいと乗らせろや。アッシュさんはサイズオーバーなのでは。私だけの運用データだと今後の汎用性が偏りますし。ならその時は遠慮なく言ってくださいね。頑張って仕上げてね、ティータン。はい。Thank you.
10年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。故に4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、せめて日の目を見せてやるためにもな。10年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。故に4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、せめて日の目を見せてやるためにもな。初めての者もいるから改めて名乗らせてもらおう。久しいな、リン、ハーシェル君も。帝国南東レグラムの領主ビクター・アルゼイドと申す者、カレイジャス号の艦長も務めている。お見知りおき願おうか。
弟子入りして14年、ようやく資格を得たと自負します。今日こそ帝国最高の剣に挑み越えさせていただく日、手合わせ願いたい。光の剣将ビクター・S・アルゼイド殿。受けて立とう、黄金の羅刹オーレリア・ルグイ。そなたがオーデンに至って10年、マテウス殿やゼクス殿の教えも受け、独自のアルゼイド流へと昇華したか。しこそアルゼイド流を極めし先の司教、敵機対副長を務めた階層を超えたのは確かなようですね。我が弟子よ、よくぞその高みに至った。ええ、今の私はあなたよりも強い。あなたが本調子であればまた違ったやもしれませぬが。いや、結果は同じであっただろう。かの聖女と剣を交えた。それがそなたの剣をついに完成させた。だが虚しさにも気づいたようだな。ええ、何のために剣を振るうか、以前よりおっしゃられたことがようやく胸に落ちた境地です。ならばここからが新たな修行でありましょう。そうだな。良き勝負を見せていただきました。この余韻、我が拙き剣で乱すのも忍びありませんが。何、またとない機会であろう。さすがは我が師、確かにその方がより大きなものを渡せましょう。市電にシュバルツァ、ラウラ城に西風の妖精よ。アルゼイド流が二剣士、剣将羅刹が相手をしよう。まさか。無理
無理、ありえないから。本気みたいですね。ふん、あなたも含めこの先に生きると信じる。ラウラもフィーも、そしてリーン、そなたもな。尺閣下、そこまで言われると。確かにこの上なく貴重な機会、どうかよろしくお願いする。ふふ、行きやよし。そなたらが武の司教に至れるか否か、いざ示してみるがよい。あっ手加減はせぬぞ。これも良き機会であろう。せーの、はあ、とどめ。俺の番だな。はっ、うん、今だ。せっ、うん、そこだ。スケリ甘いよ。許さぬ。マイ、行くわ、行くぞ。総列団、うん、はっ。ありがとう、感謝させるか。許さぬ。アルゼイドが信じ、その身に刻むがよい。マイル、ボディ交換。うん、任せて。明鏡止水、我が太刀は成。見えた。まだ行くぞ。行こっか。響け絶唱神神楽。悪くはない、だがここからだ。行こっか。せーの、なる効力よ。あたしの番ね。やあ、うん、いける。アルゼイドが神聖、とくと見せ。せ、油断したかな。あたしの番ね。
ありがとう。その感謝させるか。ふふ、耐えてみせるがよい。ありがとう。サンクス。アークス駆動。はっ。私の番だな。逃がさぬ。ヘイヤー。崩したぞ。ひらり。マイ。そなたに感謝。サンクス。させるか。塵と風。こちらのセリフだ。やったわね。
Thank you.
私、リーンさんなら励ましてくれるって心のどこかで期待してたのかもしれません。魔術の修行なんてかこつけてこんなところまで呼び出して委員長としてはちょっとずるかったですねはい、行きましょうか。私の番ね。チャンスね。任せなさい。チャンス。行くぞ。行くぞ。俺の番だな。ようやく一区切りみたいね。
強敵ね。上等じゃない。はっ。私の番ね。切り刻む。今よ。リー。俺の番だな。ミノ君。今だ。私の番ね。俺の番だな。ええ。殲滅完了。ほらほら、君も遠慮しないでどんどん行っちゃいなさい。あ、次こそ生頼んじゃう？それ。かかった。いい感じだな。よし、ゲットだ。それ。いい感じだな。まずまずだな。
Yeah.
Thank you.
お届けした曲は今注目の若手演奏家エリオット・クレイグによる光さす空の下ででした。デビュー以来徐々に人気を高めている彼、お姉さんも有名なピアニストで今の伴奏も彼女が担当されたんだとか近日発売という噂の新作レコードがとても楽しみですね。さて続いてはリスナーからのお便りのコーナーです。ラジオネーム、はい、続いてのお便りは帝都近郊在住のラジオネームゆるふわミントさんから。ミスティさんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。私はとある学院の学生なんですが、実はちょっと気になる教官がいるんです。以前から一生懸命アプローチしてるんですが、なかなか本気に受け取ってもらえなくて。ミスティさん、どうか良いアドバイスをいわゆる恋の悩みですか。それも生徒さんの先生への秘密の恋。甘酸っぱいですね。あれ？でも教官っていうことはちょっと特殊な学校なんでしょうか。なかなか興味深いですね。あんまり迂闊なことは言えませんが、来週には帝都の夏至祭もありますし、街巡りに誘ってみるのはどうでしょう。ここでポイントなのは、あくまで先生と生徒の関係は踏み越えないこと。例えば歴史を教えている方だったら、帝都の歴史が知りたいなんて頼んだら学校の授業の延長線上になりますよね。そんな風に一緒の時を過ごしていけば、いつしかお互いが特別で大切な存在になって卒業する頃にはなんて。あ、そこのあなた、他人にアドバイスする前に自分の相手をとか思いませんでした？私は皆さんのミスティですから、今はそれだけで充実して幸せなんです。それでは次のお便り。それでは今週はこの辺で。先ほども言いましたが、帝都では来週から待ちに待った夏至祭が始まります。さまざまなイベントをみんなで楽しむもよし、懐かしい友達との再会もあるかもしれません。夏らしく暑くなってきた今日この頃、急な天気の崩れなどには気をつけて、思う存分楽しんでくださいね。パーソナリティはミスティでお送りしました。 See you again。 次の夕べの時間に。
一度は諦めた課外授業だけど、こうして何とか実現できた。これからもどんな無理難題だって乗り越えていけるよ。